18200系電車は、1966年に登場した近畿日本鉄道の元特急用車両で、その後の団体専用車両である。団体専用車両当時は、青空2の名称を名乗っていた。解説の便宜上、本校では18200系の場合は、かしこじ線当社の車両番号 F を編成名として記述する。その他に、大阪上本町に向かって、 右側を山側、左側を海側と記述する。18,200系は、もう18,200区18,300の二両固定編成で、全面貫通型となっている。5編成重量が製造された。元々は、京都線、柏原線系統用で、同年に運行開始した京都駅宇治山田駅間の特急に対応した車両で、京都線系統の特急では、 初めての完全な新車であった。大阪と名古屋を結ぶ名阪特急は、東海道新幹線の開業で利用客が減少したが、代わって京都や名古屋を起点とした奈良大和市、伊勢島方面への特急利用者が増加し、京都から伊勢島への直通列車の必要性が高まってきたことから製造されたものである。当時は、伊勢特急車、または電算記号の愛からとって、 愛徳と呼ばれた。京都線や柏原線は、当時車両限界が大阪線などに比べて小さく、また、河川電圧が直流 600V であったことから、車体を小さくし、双方の河川電圧に対応させる、副電圧車とする必要があった。性能面でも電動車と制御車の MT 比を同数と、しながら、高速性能を保つなどの工夫が施された。これらが評価され、 1967年には鉄道友の会からブルーリボン賞を授与されている。車体幅は前年に登場した18000系に順じて2590ミ、mm、リメートルに抑えられ、全長も18640ミ、mm、リメートルとなっており、車体形状も18000系を基本としている。大和八木駅で大阪発着の堺特急との並結運転を行う関係で、 従来の特急標識では連結、解放時の取り付け外しが不便なため、増解決の所要時間短縮を目的として、特急標識のデザインが大幅に変更され、貫通扉には X 字型のシルバーエンブレムを取り付け、両側の層下に伝承式で平行四辺形の特急標識と方向板差しを取り付け、スピード感も強調した。 このスタイルは後に1400系の車体更新時や1万系1万7の事故復旧時にも採用されている。また、側面には方向板差しが設置されている。一時車と二次車では正面形状に若干の違いが存在する。一時車は正面窓が一枚もののパノラミックウィンドウで、二次車は縦3が入りに分割された。また、 貫通扉の X 字形エンブレムが一時車は、下寄りで二時車は若干上に位置する。なお、後年、廃照器が取り付けられ、顔の印象が変わった。主電動機、編集二両編成で、電動車を一両としたことから、主電動機は、当時の在来線電車用としては、最大出力の三菱電気製メガバイトマイナス 3127A を採用し、 これにより 125kW 級電動機による全軸駆動の1100系や 145kW 級電動機による MT 比に1の11400系といった心臓当時の大阪線特急車群と同等の走行性能を実現した起動加速度は時速 2.5km s1500V 区間での33.3パーミル 上り勾配均衡速度時速9 8トル平坦線釣り合い速度は時速1 6 0トルであった。定格速度は前回時時時速6 7トル弱め開示最終段で時速1 2 2トルに達する。制御機、編集制御装置は三菱電機製の多段電動化無軸式制御機であるアブフムで、製造当時の奈良、柏原、 京都線で用いられていた 600V と大阪線の 1500V の双方に対応する副電圧車として設計されていた。口述の通りそもそも速制度を備える。台車、編集台車は初回製造の18,201から18,301.18202から18,302編成では近畿車両製の手裏遺電式、 KD-63.63A が装着されていたが、それ以降では、紹介量が施されて、KD-63BC へ変更された。いずれも揺れ枕紙に、ベローズ式の空気バネを置いた従来方式ではなく、車体直結のダイヤフラム式空気バネを採用し、その横合成を利用することで揺れ枕釣りを廃止した、新タイプである。これは18000系。 第2編成用 KD-59 で取り入れられた新しい設計をさらに一歩進めたものであり、前述の主電動機とともに、以後20年以上にわたる近鉄標準機特急車のスタンダードを確立した。ブレーキ、編集ブレーキ方式は、発電制度併用電磁直通制度の HSCD で、大阪線の青山峠越えに存在する33。 パーミルの連続勾配に対応するため、そもそも測精度を装備する。終電装置、編集パンタグラフは、編成に PT-4207A 型を2台搭載するが、屋根面積と分散式冷房装置の能力の関係上、680K 以来の設計を踏襲し、 もう18,200系の運転席側特有18,300系の連結面側に1台ずつ分散して搭載している。また当時の京都、柏原線の縮小車両限界の制約から、その部分の屋根は低く設計されていた。冷房装置は11,400系や18,00系などと同じく当時の近鉄特急車で標準の東芝製のプー線1 0 3分散式。 ユニットクーラーを各社に5機ずつ搭載する。1966年の春高当初の証言に基づく編成表。当該系列は在来京都、柏原線特急車の使用を踏襲したため、大阪、名古屋線系統の特急車両とは異なり、制御電動車が伊勢方に連結されている。車内設備は車両限界による制約が厳しいため回転式、クロスシートを断念し、転換式、 クロスシートを採用したが、構え体の側構え部分の設計を工夫してその厚さを 60mm にし、通路幅を許容可能な限界ギリギリまで削ることで座席そのものの幅は11400系並みを確保してある。なお、座席モケットや化粧板など内装の色彩は当時の他の特急車に準じている。なお、後年は12400系に準じて、モケット張り替え、カーテン。 床材の交換が実施された。車端部は、もう18,200型に、車内販売の基地、区18,300型に、トイレ、洗面所が設置された。1966年11月に2編成が、竣行、同年12月20日より、京都駅宇治山田駅間の直通特急に、往復にて運用を開始した。1967年12月20日、 当該系列の増備車3編成が進行したことに、加え、さらの口連絡線が完成したことで、ダイヤ変更を実施、京都駅宇治山田駅間の直通特急は後、往復に増発された。加えて、山と八木駅にて上本町から宇治山田へ向かう特急を並結する運用が組まれ、1万1400系や1万2000系をはじめとする多様な、系列との並結運用が実現した。 1969年9月21日より、奈良線、京都線の河川電圧が 600V から 1500V へ昇圧され、電圧切り替え装置の運用を停止した。翌1970年3月19日をもって、電圧切り替え部分の撤去工事の進行届が提出された。1973年9月21日、柏原線の軌道中心間隔の拡大工事が、 完了したことを受けて、この日より12,200系統の大型車が、京都線、柏原線を走行開始した。これで18,200系の製造目的であった、異なる電圧と建築限界をまたぐ経緯直通の意味は消失した。しかし、当該系列はその後も引き続いて、京都駅伊勢島駅間をはじめ、大阪駅伊勢島駅間の特急を中心として運用された。 近鉄大阪線列車衝突事故では18,205回が京都行きの編成として事故車の後部に連結されていた。本系列は経緯特急を中心に運用されたが1975年から1981年頃まで当時は利用が低迷していた名阪港特急にも使用されることもあった。その後も数回名阪特急に起用されている。 また運用の都合で名誉特急にも充当されていたこともあった。1989年3月17日のダイヤ変更を機に定期特急の運用を退いた。6月より団体専用車両化の工事が開始されるまでの間、臨時特急として連日小学生の遠足用として運用された。万八千二百軒、青空百八十九年にそれまで 修学旅行や団体専用に使用してきた2100系青空号が老朽化と冷房装置がないなどの理由から淘汰されることになり18200系が後継の団体専用車に改造されることになった18200系が選ばれたのは21000系の収益開始で余剰になったことや車体幅が小さくリクライニングしない座席設備など特急車としての居住性には 何があったことと、重量と少数ではあるがまとまった、数が在籍していて改造しやすかったことに由来する。2両4編成を4両2編成に組み替え、残った1編成は単独で改造された。改造内容は、中間となる車両は、運転台の撤去、先頭車となる車両は、全面形状の改造、車内内装の全面変更、座席の取り替え、トイレの改修、 テレビビデオ装置の設置や、運転席には、全面展望を映すカメラも装備されるなど、団体専用車両にふさわしい設備となった。また改造に合わせて、電算記号が、I から、Y に変更されている。塗色についても、ホワイトを基調にライトブルーの帯を、配した色合いに変更。塗色は違うものの塗り分け自体は 2100K から、踏襲している。運転席側全面窓のもとに、 青空2のマークが入れられた。近鉄では団体専用車は厳密には特急車ではなく利用時にも特急料金が不要であるが性能面では以後の近鉄特急車の基本となった車両であり走行機器にはほとんど手が加えられなかったため特急車となんだ変わるところがなかった。修学旅行団体を中心に各種イベント列車にも使われてきたが 中型車体ゆえに定員が少なく、老朽化も進んできたことから、2005年12月より12,200系を改装した15,200系深夜青空2を投入することとなり、本系列は2006年1月いっぱいで営業運転を終了した。その後しばらく18,201.18203編成は、高安工場、18,202編成は塩浜。 工場で留置されていたが、同年4月までに重量前者が順次、塩浜工場で解体された、改造に当たり編成の組み替え、及び運転台の撤去を行った、組み替え前と後の車番は、下記対象表の通りである。ありがとうございます。